違う。何すげえ。本日は11月13日、14日？今日は14日でございます。朝、空港ファッションをして、韓国から日本に到着して、あ、ごめん。そのまま、テレ東音楽祭の収録に来たところです。パラダイスも今日は日本語バージョンも、もちろん日本語バージョンを歌うんですけど、いけたぜ！何かね。あれ？そう、まさ。リハってね、そのリハの時に、やりよりも私たちがちょうど2週間前に日本でライブに、その他のアーティストさんもいらっしゃるライブに出演させてもらったんですけど、その時のリハーサルでミーヒが「I love you so much 大好きなんだ」を「さらへんにピンマイハート」みたいな感じで、なんか急に韓国語で歌いだして、いや、その気持ちわかるよと思って。めっちゃ歌詞見たもん、私、うん、結構めっちゃ日本語の歌詞確認して、やっぱ、だよね、という、なんとも自分たちが今どこにいるのかわからない状態で生活させていただいてるんですけど、まあ、ありがたいことです。久しぶりの韓国の活動が終わって、初の、収録で日本で今やってるんですけど、何回目なんだろう今回。もう多分3、4回目ぐらいですかね、多分。3回目じゃない、3回目か、3回目です。遊ぼうココナッツ。そうだ、60周年記念に私たちが出演させていただけることになりました。ありがとうございます。まやかが生まれて40年前。まやかの3倍やね。そうね、やばいね、記念すべき日ですね、記念すべき日に私たちは感動的なパラダイスという楽曲をさせていただきます。はい、そうですね。マンモス、マンモス、わあ、ほら、はい、はい、皆さん誕生日を迎えました。ごめんなさい、はい、昨日でね、20歳になったんですけど、無事ですね、はい、今日も頑張っていこうと思います。はい、はい、ちょっとモニタリング行ってきますね。うまくやっております。あのですね、明日私大阪に行くんですけど、なんとたこ焼きを食べに行くんですよ。行くんですよ。あそうで、そこでもミーヒとリクの Vlog 風にね、撮りたいと思って。いいですね、はい、それも一つのコンテンツとしてやる予定なので、皆さん、今は私たちは心斎橋にいます。今からたこ焼きを食べるんですけれども、そうそう、って言って、はい、絶対 VJ の皆さん見たいですよね。明日楽しみですね。明日楽しみにしててください、 VJ。 今から頑張るぞ。ということでね、今から楽しんでいきたいと思います。はい、バイ、上田で行ってきます。バイバイ。やっぱり、はい、匂いが、たこ焼き屋さんです。あ、これがククルなの？あれ、うん、いつも食べる。おいしそう。食べたい。ククルに到着。めっちゃおいしそう。ねえ、たらこチーズ食べたい。伸びるもチーズとかね。うわ、うまそう。おいしそう。
ソースマヨ、タラコチーズ、何でもいいけん。ミヒとリクがさ、なんかこれ食べたいってのあるやったら、それしよう。これあららこれとこれ、あそうね、このさちょっとこれでこいこれでこいって感じだ。すごいですよ、とても男っぽい。じゃあ、はい、これタラコチーズと、はいはい、そういうこだわり覚悟にする。はい、ないっすね。で、タラコチーズ、はい、そのほうか。購入。やばい、あっちの子だ。ジュースで、やばい。食べればいいか、うん、食べれば、うん、うまっ、うん、全部崩れましたけど、わかります、このタコのデカさ。マジでうまそう、やばい、やばいな。うまい、最高。たこ焼きとクレープを食べてきました。今日大阪来て満喫できましたね。ちょっと本当にここに行きますね。すごいツアー以来の大阪城ホールなんで懐かしいです。懐かしい、頑張ります。ベストヒット歌謡祭、うん、頑張ります。ファイティン。すごいよ、取らないでください。バラに顔が負けてます。バラに顔が負けてます。悲しい。大丈夫、あなたが花だよ。そんなことない。綾香やから切れるって。あのさ、よくそういうこと言うじゃん。綾香だから切れるよみたいな、ここの二人言うんですよね。だけど、本人にもそんなこと言ってるんですよ。なんか褒め言葉の使い回しか。一番聞いてください、今褒めてるのにこんなこと言われました。違う、だから違う、だから本当一人一人ちゃんと骨格に合って一人一人似合うスタイリングがあるから。だって眉毛も肩で取ったらさ、眉毛のスタイリングで言うやん。そうと一緒やん。そうね、そんなひでくれたか、ね、なんかそうね、って言うわけないやん、そんな。そうだね、お客さんありがとう、褒めてくれてありがとう。センシティブやね、褒め言葉だよ、本当に。ですよね、ビジューの皆さん、ですよね。初リスですね、今日は、うん、日本で初の生出演です。初リス、初リスムで一回ライブ式でやらせてもらって、なんかツアーを思い出す。なんか大阪にツアーしに来てみたい。チョコバナナの大福らしいんですよ。めっちゃ美味しいです。やばい、焼き芋食べたい。やっぱ芋やろ。やばい、めっちゃ幸せ。うまっ、大阪最高。もう満喫や。うーん、これ割れないのかな。うーん、もうないのかな。うーん、あと頼んじゃった。さらにさ、どんいさんでちょっと、あやかちゃん、うちもおんやん、マモしたみたいだ。パパーン、あやかちゃん、パチクキー、クキー、ハッピー。今日は散歩も披露するんですけど、すごく楽しみですね、まーちゃん。楽しみです。楽しみですね。今日はコラボもあるしね。そう、コラボもあるしね。うんだ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 、もご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 もかわいい。ギュラかわいいね。いい、犬の名前ギュラとかかわいくない？犬の名前ギュルとタイギみたいな。ギュルタイギかわいくない？ギュル。まなげ、ハンガーズ、キューレムン、なぁ、スバ、スバグ、スバガ、スバガのむきょんね。スバガ、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 きょんね、スバガ。ギュラとキョッチやな。スバガ、スバガ、き
しよっかな。ゆらの水はゆら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 最後ゆら今日もねゆらゆらゆらレモンなおったレモンなレモンにいいレモンな最後レモンなもうちょっと飲みんだね飲みんだろ飲みんだねマジで音に乗りじまってすばらんにゃんすばらんにゃんうん、調子だが、こんばん、かっこよしみだわあんにょー、すばが調子ねーゲラ、すばさん私たちは、今日、アイさんと一緒にオープニングに出させていただけるんですよ。そうなんです。嬉しい。それでコーラスを私たちが歌って、この3人が、ボーカル3人は、ドリカムさんの曲をカバーさせていただいて、はい、私それ見るの楽しみなんですよ。見たことなくて、3人の歌ってる姿。私この曲で一回も見てなくて練習の過程を知らないボーカルレスの声は聞こえたことあるんですけどそれを3人で歌ってるので完成版を見てないので私たちも本当ミジューと一緒にリアルタイムでおおっていう感じなので結構楽しいな本当鶴太郎君と頑張っていただきたい頑張ってアップルパイルケですほっぺたにこちらはアップルパイやこれガツガツいてるのやめたいじゃんえ、お集団やったマジムズイイエーイ昨日もリハーサルしたんですけどすごく綺麗なところで行ってきますね綺麗なところで歌わせていただきますでも丸暗くないからさそれの多分お昼の光景でゆーってそう全然聞こえない楽しみに頑張ってきます行ってきますバイバイ終わりましたあ心が今すごく楽になりましたマジで緊張したね今年1テレビカットって言われてみたら無事に終わってはい、はい、笑顔で家に帰りますありがとうございますはい、めっちゃ楽しかったです。こんないい機会を見てくださって、本当に私たちも楽しかったし、すごくいい刺激になりました。またこんな機会があったら、ぜひ呼んでください。お願いします。頑張ります。はい、ありがとうございました。楽しかったです。ミジューリー見せてあげます。この絶景。あー、ちょっと光飛び。あ、でも感じない？え、ちょっと本当に悔しい。この肉眼でのさ、この綺麗な景色が見えないのが。でもだいぶ綺麗。ちょっと最初から行こう。すごい。真ん中に見れるのは東京タワー。そして右肩にはスカイツリーがございます。おー、いたー。そして横には彩香さん。なんかカップルみたいだな私たちちょっと懐かしくなってきたこっちめっちゃ外するんやってへえすごいこのスカイツリーがデビュー当時は虹色でしたねそう見えるんだよねうわこれ一生入れる綺麗なね、なんといっても好きな子に一人一人がカバーしてたっていうことですごく感動しました素晴らしい歌声でした本当にメンバーであることが誇らしいです、はい、私もあ、やってくれたらなって感じでなんか夢叶ってんだろうなって思うねえ、わかる夢叶ってんだろうそうでもね、これがやりたかったことなんだろうなって思って夢叶ってんのやばいどっから目線よ、もう親目線やそう、親目線になりますまあ、よかったです、結果的にねすごいね、ちょっと目から盛り上げてこの後も頑張りましょうか頑張り続けて頑張りますでも韓国でも頑張ります感動したマジで
わーい。挟んでやる。ポップ。ポップ。ポップ。いつ？あら、受信よ。クリスマススペシャルじゃないですか、うん、はいはい、だからあのツリーも横に2個あって、はいはい、うん、あの私たちが直接なんかクリスマスメッセージカードも始めてされたりしますね。あとはオープニングしたりあの今日なんか一応パラダイスの冒険着なんですけど、ちょっと年末系にね、うん、ゴージャス、そう、キラキラがついてる、キラキラキャWhat's up? まやちゃんはバレエの発表会に行くの？ Yes! バレリーナ。カワウソですか？もしかしてカワウソですか？じゃあ、まやですか？じゃあ、まやちゃんを撮ってみましょう、タイム。ショータイム。Yeah. What this? Oh, this is cocoa. Ew, Japanese cocoa. Wow. Japanese cocoa. Japan cocoa. Wow. Japan cocoa. This is so delicious. Oh. Yeah. 昨日からココア飲みたいって言ってたもん。昨日からココア飲みたかったです。Yes. だから今日、リオちゃんに買ってもらいました。リオちゃん？リオちゃん？なんか呪文唱えてる。なんか呪文唱えてる。リオちゃん？ヨンスパゴイのヨンスパゴイっぽ、yeah. やでよ、ちょっと一個紹介したいのがあります。今日ね、リオが別にブラックサンダーを買ってきてくれました。アイラブブラックサンダー、もう大好きです。あと1時間ぐらいかな、あと1時間ぐらいで本番なんですけど、頑張っていきます。はい、今日オープニングも出て、あとワイプも出て、なんかいろいろちょくちょく出ます。ではクリスマスのスペシャル、ちょっとこのチョコレートは後で終わってから食べたいと思います。あ、もう食べました。リオありがとう、ありがとう、リオありがとう。頑張る、まだ今日もパラダイス、パラダイス、はーい。今日はですね、衣装がこんな感じ、ちょっと緑だね、白と緑とゴールドアクセサリー着てます。これあの衣装見てる、チョップスティックの時にもこういう衣装あったかな。あったね。 Look at the gold. Look at the gold, the bling bling, the bling bling。 今年最後のカウントダウン TV なので、ね、はい、そう、来年もたくさん出れたらなと思います。頑張ります、頑張ります。バイバーイ、グッドナイト、グッドナイト、うまうま、おやすみ、バイ。今日のマヤカはすごくなんかめっちゃお姉さん感、ほんまに嬉しい。写真セルカ撮ってあげた時に、なんかすごいお姉さん感がある。マヤカ様やった。マヤカ様でした。マヤカ様でしたって。ありがとうございます。今日朝何時に起きると思いますか？6時半に家を出発しました。そうね。6時に起きたね。そうですね。で、また1回家帰って、そう3時間ぐらい寝て、寝て、アムチュン、アムチュン、アムチュン、오늘도즐겁게재밌게하고왔습니다。私は今日、なんとなんと秘密のほくろをつけました。なんとなんと秘密のほくろ、なんとなんと一緒だ、ほくろーズ、ほくろーズ。え、ほくろって魅力的だよね、目の下にあると。目の下にある、一気に違いますね。ポッポッポ、ほくろない、ほくろない、ほくろ似合わへん顔してんじゃない。そうか、シャンプー、いやいや、リクも鼻につけたい、ダメ。これはみんな先輩と、いやいや、リクもほくろ欲しい、二人だけのほくろが、二人だけのほくろ、二人だけのほくろ、女の人がね、そうだよ、次やんの、うん、次やん、うん、よし、じゃあキューティーで行かせてもらうわ。行きます、ファイティー、ファイティー、ファイティー、